はい、こんにちは、翔です。今回はね、もうこの時期になってきましたね。オーストラリアのタックスリターンの時期です。今回はタックスリターンについて話していきたいと思います。でね、僕も去年タックスリターン初めてしたんですけど、初めての方ってね、なかなかやっぱどうしたらいいかとか、まあややこしそうやから分かりにくいとかあるじゃないですか。特にね、ワーホリとかで来て、どうしたらいいかっていうね、不安を持ってる人は多いと思います。だからね、今回の動画では、タックスリターンの基本的な情報とか申請方法、タックスリターンにね必要なものをね紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければタックスリターンの手続きをスムーズに進めることができます。僕のチャンネルではね、旅先の Vlog とかワーホリについての動画とかもねいろいろ出してるんで、よかったら、ね、他の動画も見ていってください。そしてね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。はい、じゃあね、本題に入っていくんですけど、タックスリターンっていうのはね、オーストラリアで義務付けられていて、絶対にしないといけないんですよね。タックスリターンとは、日本で言われる確定申告のことです。毎年7月1日から10月31日までの間に、タックスリターンをする必要があります。タックスリターンは、オーストラリアで収入がある人全員に義務付けられているので、あんまり稼ぎないから、タックスリターンはせんでもいいや、みたいなことは絶対にできないので、タックスリターンは、少しでもね、稼ぎがオーストラリアである場合は申請するようにしましょう。タックスリターンしてもどうせ返金とかされへんぐらいしか稼いでないわとか思って、このね、タックスリターンを怠ると罰金や法的処置の対象になる場合があります。でね、働いて少しでもね給料をもらった人はこのタックスリターンっていうのを申請しないといけないんですけど、このね、タックスリターンでは元々の給料から引かれた税金が多すぎたら返ってくるし、少なすぎたらプラスでね、お金を払わないといけないんですけど、大体ほとんどの人は、余分に税金を払っているんで、その税金が自分のところに返ってきます。で、返ってくる人だと大体30万円とかね返ってくるんで、結構返ってきます。で、僕の場合はね、去年語学学校とか行ってほとんど働いてなかったんで、5万しか返ってこなかったんですけど、今回、今年はね、多分めちゃくちゃ返ってくると思います。あんまりね、期待はせずに待っとこうかなって思うんですけど、多分ね、20万ぐらいはあるんじゃないかなって思ってるんで、ちょっとね、楽しみですね。まあね、このタックスリターンでいくら返ってきたっていうのをね、動画にしようと思います。タックスリターンの申告方法は、自分で行う、自分自身で全部手続きをする方法と、税理士さんにお金を払って任せて、税理士さんにタックスリターンをしてもらうっていう方法があります。でね、さっき初めの方に言ったんですけど、僕の場合、僕はね、その個人でタックスリターンをするっていうのはね、おすすめしないです。なんでかっていうと、まあね、知り合いが2人同じところで働いてたんですね。で、給料もほとんど同じなのにもかかわらず、自分で申請した人はタックスリターンの時にお金がね、ちょっとしか返ってこないか、来なかったんですね。まあ本当に5万とかだったんですけど、もう一人の人、働いた人はその税理士に任せてやってもらうと20万ぐらい返ってきたんですね。だから税理士さんにもよるし、自分一人でやるとあんまり税金が返ってこないっていうことがあるんで、僕の場合はね、お金を払ってでも税理士さんに頼んでやった方がいいと思います。でね、こういう話、僕の知り合いからもね、こういう話を聞いたことがあって、税理士さんに頼んだ人と税理士さんに頼んでない人がおって、頼んでない人は逆にタックスを払わないといけないようになったんですけど、税理士さんに頼んだ人はタックスが返ってきたとかね、なんでかはわかんないんですけど、やっぱりね、税理士さんに任せた方がね、お金が返ってくる確率が高くなるみたいですね。だからね、僕の場合も税理士さんにお金を払って、タックスリターンをやってもらうっていう感じですね。じゃあね、タックスリターンに必要なものを紹介します。タックスリターンに必要なものは、まずね、タックスファイルナンバー、ペイメントサマリー、まあ、これはね、PG とか、源泉徴収証、次3つ目は、銀行口座です。これはね、お金を受け取るための銀行口座が必要です。
まあ、4つ目、あとは自分の収入に関することです。例えば、期間内に受け取った銀行の利息、株の配当金の証明書、投資ファンドの記録、不動産収入、ビジネス収入の内訳、必要な経費などの領収書、民間医療保険、これは永住者のみです。あと配偶者の収入、これは必要な場合のみ。とパスポート、ビザの証明、これはメディケア保険料免除の場合のみですね。あとはパスポートとかメールアドレスとかも必要になります。大体ね、今言ったものが必要なものになります。そんなに必要な書類は多くないし、簡単に集めれるものばかりだと思うんで、そこら辺はね、心配する必要はないと思います。次は僕が去年タックスリターンをするために使った会社、まあ、今年もそこを使う予定なんですけど、それを紹介します。僕が使った会社は Easy Tax Solutions っていう会社です。ここはね、日本語のサイトと英語のサイトがあったはずなんですけど、僕はね、その日本語のサイトから申請しました。日本語の方がね、まあ、書いてることもわかりやすいし楽ちんなんで、日本語のサイトの方で申請しました。タックスリターンのね、申請方法なんですけど、僕の使った Easy Tax Solution っていう会社は、名前の通り本当に Easy で、ただね、質問に答えていくだけ。しかもその質問もそんなに難しい質問がないんで、ススースーって終わって、多分10分ぐらいで終わったと思います。で、しかもそのタックスリターンが終わってお金が返ってくるまでね、すごく早かったんで、僕はここの会社をもう一回使おうと思います。だから皆さんもタックスリターンする時の会社決まってないっていう人がいたら、まあ、Easy Pay を使ってみるのもいいと思います。本当にね、僕は本当に、ね、楽ちんですぐにお金返ってくるし、まあ、噂によればそこの会社はね、お金が多く返ってきやすいみたいな噂も聞いたことがあるんで、タックスリターンするときのね、会社迷ってる人がいましたら、そのね、僕が言った会社でタックスリターンしてみるのもありだと思います。ということでね、今回はオーストラリアタックスリターンの基本的な情報についてご紹介しました。この動画が役に立ったと思ったら、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。チャンネル登録をしてね、このタックスリターンで僕がいくら返ってきたのかっていうのもね、楽しみに待っていてください。ということで、次回もお楽しみに。バイバーイ。Together.